は立巻と小川に干し柿です。今回の動画はですね、以前出させていただいた立巻の、まあ、体型に関する動画、こちらに対する、まあ、コメントの、まあ、ご紹介動画ということで、太りすぎてるんでしょうかっていう動画を出させていただいて、そちらにね、とても丁寧にコメントをたくさんいただきまして、まあ、そちらのね、ご紹介をしていきたいと思います。全部で5件コメントをいただきまして、本当にありがとうございました。私みたいに、まあ、レオパを飼い始めてすぐで体型とか、体重に関してちょっと心配だなとか、まあ、同じ悩みを抱えてらっしゃる方たくさんいると思うので、その人たちの参考にもなるようにね、きっちり収めて紹介しておきたいなと思います。皆様の意見を目指していただくと、細いね、体型ではないですけれど、まあ、健康的な、いい体型だと思いますっていう風に書いてくださった方がね、多かったです。というか、皆様ね、まずはそこをね、書いてくださったので、寝巻きが太ってないっていうことで、まずはそこで、ね、とても安心しました。皆さんありがとうございます。いただいたコメントで一つずつ紹介させていただきますが、立派な体型で問題ないと思いますと。そしてですね、この脇プニ、私が、ね、一番気にしているこの脇プニなんですけど、まあ、これは特にその肥満の合図ではないというふうに、ベテランのね、ブリーダーさんもおっしゃってましたよと。いうことで、まあ、そんなね、言葉も添えてくださってました。で、まあ、体重測定をして、ね、過剰に、こう、急にね、増えているっていうわけじゃなければ、大丈夫やと思いますよ、と、はい、言ってくださってました。で、私普段ね、体重を測ったりとかあんましてないので、で、後から、あ、ちゃんと体重測って、それもね、動画に載せた方が、皆さんのね、コメントしやすかったのかなと思って、反省しましたので、ちょっと今からね、急ではありますが、まあ、この子の体重ちょっと測ってみたいと思います。66グラムですね。66だったんですけど、まあ、そこまで体重も大きく急に増えたりっていうわけではなさそうなので問題ないんじゃないですかというお答えでした。次の方はやっぱり不安になりますよねっていうことで、ね、優しく声をかけてくださいまして、でやっぱりこう個体差がありますよというふうに教えてくださいました。マリオパを飼ってらっしゃって、しっかりと体重を測って詳しくね、書いてくださった方がいらっしゃって、でそちらを見させていただくと、伊達巻と同じぐらいの、まあ、1歳半ぐらいの、子で 52g の女の子を飼ってらっしゃるということで、伊達巻の方がね、ちょっと体重的にはあるんですけれども、大きく離れてはないかなっていうと、でもし気になるようだったらということで、まあ、給食間隔をね、もうちょっと上げてもいいんじゃないかということで、週1にしても、まあ、アダルトであれば問題ないんじゃないでしょうかと。で、まあ、1回の量はね、まあ、食べるだけ与えるとか、もうちょっとね、今よりも増やすっていう風にしておくといいと思いますと。まあ、このまま体型維持してもいいんじゃないでしょうかというふうにね、お答えをいただきました。ね、次は、はい、脇プニに関してですが、お、後ろで後ろで脱走してる人がいます。脇プニに関してですが、カルシウムサックの可能性があるということで、ね、私はちょっと初めてだったので、あ、そんな可能性もあるんだということでびっくりしたんですけど、まあ、カルシウムをまあおそらくね、過剰に摂取している時にまあできるものなのかなというふうに判断したんですけれども、そこでね、カルシウムパウダーを少し減らしてもいいんじゃないかということでいただきました。はい、なので結構ね、私さ、そういえば、まあ、コオロギを与える時は毎回ね、カルシウムパウダーをかけるようにしていたので、毎回じゃなくてももしかしたらいいのかなということで、カルシウムパウダーを結構多めにまぶしてたんですけど、減らしてみたりして、ちょっと様子を見ているところです。そしてまあ次の方は、まあ、シュッとしてて、ね、健康体だと思いますというふうにね、言ってくださってる方がいらっしゃって、その方はですね、まあ、3日から5日に人工フードもしくは冷凍コオロギを与えてらっしゃると、ほとんどまあ同じ量でね、与えてらっしゃるということで、まあ、それもね、すごく伊達巻の体型を考えるのに、まあ、いい情報だったなと思うんですけれども、伊達巻よりもね、もうちょっとぽちゃっとしてらっしゃるということだったので、伊達巻はね、そんなにまあ太ってないんじゃないでしょうかということでご意見いただきました。で、その方はまあ主にね、人工フードで育ててらっしゃるということなので、まあ、伊達巻もね、もともとは人工フードでね、ずっと育ってたんですけども、まあ、途中で
拒食をしまして、人工フードはもう嫌だみたいな感じでね言ってきたので、冷凍コオロギメインになってるんですけど、この間ねチラッと人工フードあげたら普通に食べてたので、まあちょっとずつね人工フードにまた切り替えてもいいかなというふうに思っているところです。まあ、その他ですね、あとは普通にまあ太ってないんじゃないですかと、健康的ないい体型だと思いますというふうにねコメントしてくださった方もいらっしゃいました。皆さん本当にありがとうございました。とにかくですね、まあ、太ってないということが分かって私はとっても安心したんですけれども、それだけでなくね、例えばこう給仕頻度をもうちょっとこう減らすとか、カルシウムパウダーの量も調節ちゃんとしてあげた方がいいとか、たくさん情報をいただけて、まあ、本当にあの YouTube やっててよかったなとすごく思いました。で、おそらくこの動画がね編集終わってる頃にはチャンネル登録者数が400人でね、いくかなと思ってるので、まあ、そちらのお礼もこの動画で合わせてお伝えしようと思います。皆さん本当にいつも見てくださってありがとうございます。ちゃんとお礼言って、はい、ありがとうございます。橋垣にも出てきてもらいました。今後も皆様にいろいろご意見をねしたりとか、まあ、できるだけね私の方から情報発信できるように頑張っていきますので、ぜひまたの方はチャンネル登録といつでもコメントお待ちしております。それでは。